出落ちやん。バッテリーがね、さすがに上がりましたので。押しがけ？フィエルインジェクションやけど、押しがけしないとしょうがないから。押しがけします。辛いな、朝から。あかんやん。軽くテクニックも入れて。よし。いい感じだ。いや、エンジンがかかった。もうしばらく止めたくないな。このようにですね、フューエルインジェクションの押し掛けが簡単にできるということですね、うん、いいね。だいたい磨いたんですけどね、ちょっとカスタムをしてみようと。出たよカスタム、ほら単車やったからハンドルカバーをつけて箱をつけて、うん、でなんか実用性とか言ってるでしょ、うん、もうね、ダメダメ、これからでもおしゃれに乗らんと。これをね、ちょっとね、カフェレーサーカスタムにちょっとしてみたいと思います。うん、だいたい構想は頭の中にあるんだよ。うん、あ、何をするのかな。まずはね、外装品を外そう。うん、あのね、思い立ったら吉日ですからね。まずね、このシート、うん、このシートの取り外すと、そうそうそう、ここ、これをね、これね、14、100均の 14T で軽い感じで外して、うん、これね、ほら、ボルトをね、外して忘れて、なくして、これね、わたこさんにもらったんです。うん、なんでなくすね。反対側は、なくしたから本当は12だから、皆さんはもしシート外そうと思ったら12でやればいいわけですね。これ2つまず外すね。で、こっからがちょっとコツがいるんだけどね、うん、このシートをここ外さなあかんねや、うんうん、これ外す。あ、取れた。あ、取れたわ。これ10円10。これもね、あの100均の T でね、こういうふうにこう回してやって、T は力がかかるからね、うん、軽く回るんですよ、この辺で。テコの原理、これこれ、あ、違う、いや、あ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 、敵よ、テコで、ラスト、こっち、これも一つ、これをこう回してやると、ネジが3つ取れるでしょ、うん、これなくさないように、あれ、あ、ちょうどちゃんと保管しとこうね。うん、ここからがまたコツがいいのよ、ね、これをその外すにあたってな、うん、このこ、あ、取れた、うん、エラスリムだったな。先ほどのシートを、あ、できた。これね、ST250、うん、カフェレーサーカスタムということで、カフェレーサー、こっちは12円、めんどくさいな。軽量化もできたし、うん、ST はほら、ここの塗りがちゃんといいからね。プラスチックやけど、プラスチックやけど、これほら、ちょっとカフェレーサーやで、これ。もうあの、実用一辺倒のな、ああいう時代もな、うん、終わった。ほら、できた。どう？はぁ、ちょっとあの、カフェレーサー試してくるわ。うん。フルスは試していくっていうか、試しに行くっていうか、うん、充電していくわ、うん、こうして松田の終わらない旅が始まったのである。
じゃあ充電完了。はい、ありがとう。ええ感じや。それね、ちょっと座る位置が、それステップの上に立てる？あのな、スタンド立ててな、そのまま直立すんの。こうか。そうそう、まっすぐ立ってでな、そのままの状態でこうスーッと座っていくわけだ。そこが着座位置や。そこが着座位置やね。そこが着座位置で、でいつものようにグリップは必ず小指で握って、ここに三角形を作ると、でこうひねるわけだ、小指でな。ほんなら握り直さんでええねん。ベタ抜き、ベタでさ、こう待ってると、アクセルを開けるやんか。ここでもう、ああ限界ね。疲れて、ほんでもう一回握り直さな、うん、これダメやねん。最初から全開ができるようにもっと向こうから握っとくわけだ。それに握りすぎやけど、これぐらいから。ほんなら必ず全開にすぐできると、そこまでスピード出さんと思うけど。でもスピードっちゅうかな、そのエンジンの力を全部使うためにはそうして握ってやらんといかんちゅうわけよ。でちょっとここにね、風船を抱えるようにと言ってたよ、ここに大きな風船を抱えるように。でそのまま目だけ前向くと、あ、それで加速に耐えれる。で、飛行機乗りは、飛行機乗りやってみよう。これ難しいんだ、なかなか。飛行機乗りはね、直線でインパクトを与えて相手をその精神的に追い詰めるときに使うわけだ。これで勝ったことあるよ。難しい。そのままの状態で、いいね、おい、よし、あ、優秀な兵士だ。いや、あ、完璧。足のな、伸ばし方にな、やっぱ中、あの、なんつうの、あの思い切りのなさがある。いや違う、当たって痛いね。痛いのか。痛いね。よし、あ、これがな、それが正しい飛行機乗りのフォームやね。なんでこうなった？いや、これのな、あのメリット。なんで重要あるか。いや、今から俺その物理学で説明するわ。まずこう空気が来るよな。空気が来るときに何かぶつかったら空気抵抗になるわけや。でもお前今ヘルメットかぶってるわけや。つまり空気の中でお前のヘルメットを通って、そして体にぶつかると思えば体がない、何もない。なぜかというと飛行機乗りだから。すー、ほら、これがもうそれで最高速やね。その代わり大事故にする。その代わり少しでもカーブがあった場合は何とかして、それ左カーブとかの時になんかこうその足だけこっちへ出してウィングを出すっていうのどうやろ。そう、ああいいな、それで体重移動。これよそ、まあ、今の飛行機乗りはあれはもう完全に土地狂って全員をそのぶち切ろうとした、あのハヤブサに負けた時に、ハヤブサをそれでも追いかけようとする時に使うやり方や、で、まあ、通常これを使えばいい。この後ろにこの高速ステップ、そこに足を置き換えるんだよ。ほう、あっちもどこだ、これか、そうあ、できた、それで、超絶バックステップ、その状態で、背骨を反らずに背骨を丸めた状態で前傾して、もうちょっと後ろに座ってもいけるんじゃない、で風をこうもうすぐ伏せれば、あ、それで高速走行が、いけるな、これが一応高速走行モード用ステップ、まあ、人はこれをね、タンデムステップって呼ぶんですけどね、もう俺はほぼこういうふうに使ってたね、これね、実はね、元ネタはマッドマックスなんですよ、マッドマックスのあの Z のあのゾッキー、あのゾクはね、タンデムステップに足を置いて走ってるやつおりましたからね、あとはね、守らのりっていうのあるよ、押さえとこう、もっとケツをな、完全に落とす、ケツを完全に落とすぐらい、OK、落ちてるやんこれまあこれ使い道がないな。ハンゴーマン、ケツを
この角ありゃ、うん、ここにケツでガッといく、つまりもうちょっと後ろ、もうちょっと前じゃないといけないじゃん。こっちの足が伸び、この手が伸びきったら苦しいから、こう少しで顔はセンターへ、顔はセンター、そうそうそう、顔はセンターへ。あ、いけとる、あ、いけとるか、これがハンクかな。ちょっともうちょっとハンドル切ろう。こんな感じ、うん、結構辛い、こんな感じ、うん、顔はセンターにで、まっすぐな、そうで、もっとずれるで、つま先でほんともっとずらせれる、うん、あ、いや、いい感じだ、うん、こっちは土踏まずで踏んでもいいよ、うん、あ、なかなかいい感じ。これは、これはな、結局単車は立てとくわけだ、うん、で、体を持ってくると。痛いな、これ。走ってると遠心力がかかるから、その体勢でもしんどくないんだよ。あ、うん、面白いだろ、うん、うん、てか、ララポート行かなかんの、これ。このことやってる場合ちゃうな、うん、よし、ララポートだ、うん、カフェレーサー、大体分かった、これで、うん、実際はハングワンしなくてもいいんだ、実際はケツ半ケツずらしでな、それから、それな、それん、せっかくお前練習したけど、うん、これ使い道ないから。何がこれ、これ、うん、そんな、うん、インパクトあんだけど、何これ、うん、立てる、立てた、おー、よし、待てよ、せーので、それ綿子乗りだ、危なー。ベタ踏みしてるやんか、うん、ほんなら、まあ、ちょっと苦しくなるときある、うん、まあ、ちょっとだけこれぐらい踏んでやる、うんうん、ここのとこでな、これでポンと締めたんの、うん、ほんなら、ここでぴったりくっつくわけだ、うん、みんなこれ重要よ、重要やと思うよ、これ楽やねん、これやってるから重要よ、うん、楽やねん、結構これで、ブレーキのときちょっとずらしてやったりして、うん、やばいなと思ったら、こうギアブレーキを引くと安定するから。なるほど、確かになんて言ったこれ重要ね、これ忘れんとってくださいね、うん、こうステップ乗して、ただこんな感じで乗してたらね、うん、これダメですよ、これ、うん、コンと踏んで、しっかりここに踏んで、うん、コンとしておくと、こんなの安定するからな、うん、要は ここが大事やね、うん、で、ホンダとかはな、ここにブレーキをつけてくれるんですね、抑え用の、うん、続きはこれね、何もついてないでしょ、うん、ちょっと気に食わない、これね、うん、これが飛行機乗りですね、あーすげえ、めっちゃ一直線、これで最高スピード出せると、まあ、300は下らん、うん、脳内300キロ出ますよ実際問題、こう移動もね、楽なんですよ、いやー、こうめっちゃ苦しそうだ、取り回しは楽楽シュー、非常にね。